こんにちは島田です今回は背骨に近いところからお尻にかけて起こるタイプの腰痛その意外な原因とそこに使えるツボについてお話をします以前お会いした方から腰のストレッチをしてるんだけれどもどうしても取れないところがあるというご相談がありましたで見せてもらうとこんな感じに背骨に近いところが凝ってだるい あるいは痛い感じがあったり、お尻の下の方やあの奥の方にだるさや痛みがあるということなんですね。で似たような経験あるよって人もいるかもしれませんで。この時ももちろん腰を整えるということもしたんですが、プラスである部分を緩めたんですね。そうしたら、お尻と腰の中心が一段階楽になりました。実は、このケースで、 腰痛が残りやすい原因は意外なところにあったんですね。そのせいで腰をほぐしても日常生活をしているうちにだんだんお尻や腰が固まってきていたというわけなんです。でその原因というのは土踏まずの凝りです、まあ。あとアーチの低下ですね。でここと腰痛って何か関係あるのって思うかもしれませんで。これいくつか原因というか関係が ある部分ってあるんですけれども、これ、かいつまんでお話をするとここを放っておくと立っているときは外側体重になりやすかったり歩いているときは親指を押し込むような形になって体重をかける感じになっちゃうんですね。でそれが続くとお尻にある中殿筋という筋肉が凝って弱くなってくるので。 太ももの上の方は外側に行きやすくて、膝は内側に行きやすい感じになるんですね。そうすると骨盤周りの筋肉がずっと引っ張られた状態になって負担がかかるので、だん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 腰を支えづらくなって、結果お尻や腰にも痛みが波及してくるというわけなんです。で今回はこの土踏まずのコリをほぐすことで、この連鎖を断ち切って腰を楽にしました。 で今回問題あった場所というのはちょうど壺がある場所でもあったんですね。そのツボというのが足にある粘刻と呼ばれる土踏まずにあるツボです。ツボの位置は、まあ、教科書とか載ってるやつだと「集城骨粗面の下」というちょっと分かりづらい表現なんですがセルフで探すときはまず足首を反るんですね。足首を反ったときに足首の内側、前の方に 腱が出てくると思うのでその筋肉の腱をたどって骨までたどったあたりから2センチぐらい後ろにずらすとツボがありますここを抑えるんですねで、このタイプの腰痛持っている人ってのはだいたいここが痛いか痛気持ちいい感じがありますで、このツボがあるルートは投与訳で言うと体の深いところにつながる筋肉と関係があるんですね なので、このポイントをほぐしたり、整えたりすることで、今回のタイプの腰痛にアプローチができたというわけなんです。では、具体的なツボの整え方、ほぐし方について解説をします。でやるときは、椅子に座って足を組みながらやると、ツボを押さえやすいので、まずそうやってやってみてください。で椅子に座って足を組んだら、まずツボを手で押さえて、 2秒待ちます。そしてそのまま軽く前後に揺らしていくんですね。揺らす時間はだいたい30秒。そして揺らし終わったらそのまま30秒待つようにします。そうすることによってあの効果が上がりやすいということです。で私の場合は、まあ、そういう方法もとるときもありますが、針かお灸をします。で最近は貼るタイプのお灸もあるので、 あのここちょっと壺探しづらいなと思ったら土踏まずのところにこの春タイプの大きいをペット貼って温めてあげると良いです。ただやけどをしたりとか煙が気になるって方もいると思うのでその辺は加減しながら使ってもらうと効果的かなと思いますで。さらに効果を底上げするために足のアーチを復活させる方法もやっておくとより良いです。で以前別の動画でも紹介したんですが 足裏の皮膚をさすることで筋肉に刺激を入れてアーチを復活させるやり方があるんですね。でやり方はあの足裏の皮膚をさすることなんですがまず小指の付け根、親指の付け根そして土踏まずと7の字を描くようにさすりますで。次に小指の付け根からかかとに向けてさすって最後は 親指の付け根からかかとに向けてさする。まあ、みんな、要するにかかとに向けてさするようにすると良いということなんですね。で、この時のポイントは、軽くさするということと、触れてから2秒経ってからさするのがポイントです。まあ、今回、2秒っていう数字を出していますが、この2秒待つことによって、組織が馴染んで、うまくツボを捉えやすかったり、あの筋肉に効かせやすかったりするんですね。さて、 いかがだったでしょうか腰やお尻の奥にあって、なかなか取れない腰痛のその原因になるポイントの一つは、土踏まずの凝りでしたで。その部分にあるツボをほぐしつつ、足のアーチを復活させることで、腰の負担を軽くすることができます。まあ、どちらも簡単ですので、ぜひ試してみてください。また、アーチを復活させるお話は、バレエ筋肉ハンドブックの67ページに載っていますので、 本がただいた方はそちらもご覧ください。本にはこの他にもたくさんのチューニングが載っています。またちなみにもうすぐ配信終了しますが、今本をご予約いただいた方には特典動画、腹筋を踊りに生かすヒントもプレゼントされます。なので概要欄に特典を手に入れるご案内も載せておきますね。ぜひこの動画もあなたのパフォーマンスアップに生かしてください。ではまた次回お会いしましょう。 ぜひ明日からのレッスンに行かせてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。